投資ラボ株式会社代表取締役の田中彩香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。食用のバラ、私も初めて知ったんですけれども、この栽培して開発をされているんですけれども、バラって5月6月頃ということは、やはりその時期が収穫できる時期なんですか、1年間の中で。あ、そうですね、その時期に一番多くの量が取れるんですけれども、私たちはビニールハウスの中で栽培を行っているので、はい、4月ぐらいから10月、11月ぐらいまでずっと咲き続けてくれます。